前から見た、エクリプス500の PW610 回、エンジンプラットホイットニーカナダ PW600 シリーズは超軽量ジェット機に使用するために、プラットホイットニーカナダ社によって開発された、超小型ターボファンエンジンである。設計においては用途に合わせて規模を変更できることが、あらかじめ考慮されており、水力は 900LBF から、 離陸時の 3000LBF まで生成可能である。PW610 回ターボファンエンジンの吸気口。人の手と吸気口の大きさの比較2001年10月31日に水力が 2500LBF の PW625 回実証エンジンが最初に運転された。P&WC は水力 900LBF の PW610 回エンジンの開発を2002年に エクリプス500のために開始した。2006年7月27日にカナダの形式認証を取得した。2機の PW610 回を動力とする最初のエクリプス500は2006年12月31日に顧客に納入された。直径14.5インチのファンを備える PW610 回はこれまでに量産された最小のターボファンエンジンの一つである。 バイパス比は約1.83と信じられる。単断式低圧タービンで駆動される単断ファンは、先進的な高翼幻聴のブレードと回転翼ハブが一体化された砂バレス設計である。新しく特許を取得した高圧圧縮機はダイアゴナルフローダン。従来の延伸式下級機は単断高圧タービンで駆動される。反転流燃焼機と強制混合、共通排気も、 同様にこの設計の特徴である。二重系統の完全デジタル式エンジン制御により、使用通りに円滑に、より高信頼性で運転される。イスパのスイザ・カナダは現在このエンジン用のファデックの、設計と製造を行うより大型の水力 1350LBF の PW615 回は、直径16インチのファンで、セスノサイテーションムスタングに搭載搭載される。 このエンジンは2005年12月に形式認証され2006年3月に初めて納入された。ムスタングの機体は2006年9月8日に形式認証され2007年から納入が開始された。エンジンは同様に改良型のエクリプス400でも採用予定だが水力は 1200LBF に抑えられる予定である。PW615 回のバイパス比は 約2.8である。さらに、水力 1615LBF の PW617 回は、ファンの直径が17.6インチで、バイパス比は2.7。でこのシリーズでは、最大でエンブライルフェノム100の動力として設計された。最初の運転は2006年6月29日で、認証取得は2007年第4半期と予想された。 量産機の最初の納入は2008年3月が予想される。2006年10月15日時点において50機の PW610 回と PW615 回が P&WC によって納入された。ありがとうございます。